皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作ゆくチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日は4月の1日、エイプリルフールですけれども、まあ、今日発表されることで、嘘じゃないよっていうのは、新しい元号ですよね。はい。で、平成が終わって、次新しい元号が何になるかっていう、まあ、議論はまあいろいろされてはきましたけれども、まあ今回、新たに提案されるものもあるでしょうけれども、まあ元号っていうのは以前に提案されたものがこう採用になるという場合もあるそうで、まあ平成もその例の一つで、まあ以前にこう何回か提案はされてはいたけれどもボツになってた名前で、まあ平成が前回は選ばれたわけですけれども、まあ元号っていうものがあるのはまあ世界の国でも日本だけなんですけれども、まあ今更そんなものつけなくてもいいんじゃないかっていう人もいるでしょうけれども、まあこれは元号を決めるというね法律が日本国憲法にある以上は今後もずっと元号はこうつけられ続けていくんだろうと思いますけれども、まあ元号が変わったところでね、まあ何も変わんないよという人もいるでしょうし、まあ後からこの時代を振り返った時にそのまあ時間のまあこう目安、この時代はこんな時代だったっていうふうに振り返る時にしか役に立たないだろうという考えもあるでしょうけど、さあ果たして新元号は何になるでしょうかね。はい、新しい元号は令和であります。はい、というわけで菅官房長官と安倍総理の会見が終わったところですけれども、新しい元号、248番目の元号はこちら、はい、令和ということになりましたね。はい、まあこの名前、まあ全くまあ予想はできてなかったですけど、これまで元号は出典が全て、まあ、中国の古典だったわけですけれど、まあ今回、日本の古典である万葉集からの引用となったわけで、まあ、人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められているというふうに安倍総理は言ってましたけれども、まあ、まだこうね、こういうものがこう目の前にこう差し出されただけで、なんとなくこの言葉に対する、まあ、思い入れっていうのはあまりちょっとまだ湧いてないですけれど、まあ、ひらがなで書いたときに、レと和って似てるよね、ぐらいしか、いう感じ、そういう感じしか今のところはないですけれども、まあ、これはですね、まあ、新しい時代に対して、まあ、願いを込めてつける名前でありますから、まあ、すべてがね、そう、いい方向に転がるだけではない、とは思います。まあいいこともあれば、まあ目を背けたくなるような嫌なことも起きるかもしれません、この先。まあそれ未来ってのはね、まあ誰にもわからないことなんで。まあちなみに、この令和という名前で、まあ全国に6社ほど、まあ企業名があるらしいんですけれども、まあ今後ですね、そういったところが、まあ若干ちやほやされるのかなと思いますね。はい。まあそういうネタがマスコミは好きでしょうから、というわけで、まあ新しい言語が令和に決まったということをお伝えして、この動画を終わりにしたいと思います。また別の動画でお会いしましょう。